Tutor Traveling Without Moving。 今夜皆さんからのお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネームダリさん。野村くん一さん、はじめまして。3年ほど前にこの番組を見つけてから毎週欠かさず聞いている32歳のサラリーマンです。9月に待望の第一子が誕生し、父親となりました。現在の状況により生まれたての姿を生で見れてはいないのですが、妻のビデオ電話で赤ちゃんを拝見し、何とも言えない初めての感情が生まれました。野村くん一さんもお子さんがいらっしゃいますが、生まれた瞬間はどんな気持ちでしたか？リクエストは赤ちゃんが生まれたてに聞いて気持ちの良い曲を野村さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。フルネームで呼ばれるとなぜかこうくすぐったい感じがしますね。今出産ってのはすごく大変みたいですね。知り合いも奥さんが妊娠中に、まあ、里帰り出産をするって決めたら親族会議があって、戻ってきていいか悪いかって大騒ぎになったそうで、まあ実際2週間隔離の後に里帰りして入院したらしいんですけども、僕の友人の旦那が病院には行きませんけども実家に行こうとしたら、やはり親族会議の結果ダメだと言われまして、レンタカーを借りて病院の駐車場まで行って、そこでテレビ電話で近くで見てるよってやって帰ったらしいんですけども、偉いなと思って、そういう経験を共有するっていうのが大事なんだと思うんですけども、子供が生まれた瞬間はですね、ああもう自分は自由だと思ってしまいましたね。そのこれから自分がやるあらゆることにおいて自分の子供に勝るものは生み出さないだろうっていうのを瞬時に理解をしましたから、最高傑作を持ってしまった以上、俺は何もしていいんだ、何にも縛られないぞと思ってしまい、うっかりそれを口にしてものすごく怒られましたけども、何を考えてるんだ、これから責任がある人生が始まるのに自由だと、そうは思っても口にしない方がいいかもしれませんが、でも心意気としてはそんな感じでやっていくのがいいんじゃないんでしょうか。